海知恵子は、日本の農学博士、ウイルス学研究者、獣医師、東京大学名誉教授、東京大学生産技術研究所特任教授。通常表記は、海知恵子。専門分野は、感染症制御学、主要免疫学、ウイルス免疫学を経て、パラミクソウイルス学、及びウイルスを用いた、新たな主要治療法の開発研究を行う。 神奈川県横浜市生まれ。1978年東京大学農学部獣医、学科卒業。1983年東京大学大学院博士課程修了。獣医師、農学博士。東京大学医科学研究所助手、スウェーデン国立カロリンス科研究所客員研究員、東京大学農学生命科学研究科助教授を経て、1999年により、 東京大学医科学研究所、実験動物研究施設教授。同研究所内では、実験動物研究施設長、アマミ病害動物研究施設長、人疾患研究センター長、副所長を歴任。また、感染症国際研究センター教授も平任。大学以外では、日本学術会議制会員。国立大学法人動物実験協議会会長。 文部科学省科学技術学術審議会委員、同科学研究費部会副部会長、同補助金審査部会部会長、厚生労働省中央薬事審議会委員等を歴任。医科学研究所を定年退職後、現在は東京大学生産技術研究所特任教授。1990年にウイルスの研究を開始。この頃、 シベリアから北西ヨーロッパの海にかけて生息するアザラシが犬のジステンパーに似た神経症状を示して大量死したことが報告され野生動物の感染症に注目が集まっていた。その後、マレーシアやバングラデッシュなどアジアで小規模な流行を繰り返しているニッパウイルス感染症に取り組み、2005年には世界で初めてニッパウイルスの人工合成に成功。 種を超えて被害を拡大させる進行感染症のメカニズムの解明やニッパウイルスを完全に防御できるワクチンの開発に取り組んでいる。様々なパラミクソウイルスついてリバースジェネティクス系を開発し、病原性機構の解明や防御法の開発研究を進めているが、特にアジア地域に出現した致死性ニッパウイルスに対しては世界で 初めての同技術の開発に成功し、基礎的研究に進展をもたらすとともに、組み換えマシンウイルスベクターを用いたニカワクチンの開発にも成功。現在も流行の続くアジア地域に製品を供給すべく、コアリション法エピデミックプロペアードネス、イノベーションズによる支援を受け、国際共同研究による実用化研究を推進している。この国際共同研究は、 海教授らが開発したコーニパウイルスワクチン実用化開発研究に対してセピが総額3100万ドルの支援を行うことを決定したものでこれはセピに採択された日本初のプロジェクトである海は1日も早くワクチンを必要としている人たちに届けたいと取材で語っていたまた主要用,用改正組み換えマシンウイルスを開発し 実用化研究も推進している。宿主特異性決定機構対応な病原性、発言機構神経病原性、発言機構免疫抑制機構近年、エマージングウイルス感染症が次々と出現し、社会的な問題を引き起こしている。エボラ、ニーパー、マールブルグなどその多くが腐り、一本差 RNA ウイルスに含まれる。これらの感染症は、 人間社会の拡大によって、これまで接することがなかった、本来の自然宿主から、動物の種を超えて伝播したことによると考えられているが、種を超える気候や、強い病原性を発現する気候は、未だに解明されていない。このウイルス群に属するモービリウイルス属の3種のウイルスにおいて、CDNA クローンから感染性ウイルスを、 作出する新リバースジェネティクスを世界に先駆けて開発。また、人に対し高い致死率の脳炎を誘発するニッパウイルスにおいても2006年にカイチームで世界で初めてのリバースジェネティクス系の確立に成功。これらの実験系を用いてウイルス遺伝子やタンパクの機能解析、ウイルスと宿主因子の相互作用の全貌を明らかにし、ウイルスと宿主との攻防や、 動物種を規定する基準、病原性発現機構の解明に向けて研究中。マシンウイルスは、癌細胞に感染して殺傷する力を持っている。そのマシンウイルスのリバースジェネティクス系を利用して、癌細胞に対する感染、殺傷能力を保持したまま弱毒化した、組み換えウイルスの作出に成功した。現在、この組み換えマシンウイルスを使った、新たなん治療法の開発に向けて、 橋渡し研究を進行中。モービリウイルス属のウイルスは、その感染細胞域の広さや安全性から遺伝子、治療用ウイルスベクターとしての可能性が期待されている。また感染後修正免疫効果が持続することや、細胞性免疫誘導能が高いことから、優れたワクチンベクターとしての可能性も高いと考えられている。新リバースジェネティクス系を用いた。 遺伝子組み換えによって、これら目的に応用可能な新しいウイルスベクターの開発を行い、未だ有効なワクチンのない重要感染症に対する2化ワクチンの開発を試みている。文部科学省科学技術学術審議会委員、同科学研究費補助金審査部会部会長、同研究費部会副部会長、文部科学省研究計画評価文化会委員、 厚生労働省中央薬事審議会委員。農林水産省獣医事審議会委員。農林水産省技術会議委員。独立行政法人科学技術振興機構運営、会議アドバイザーリー委員。独立行政法人薬品医療機器、総合機構科学委員会委員などを歴任。日本獣医学会評議員。日本実験動物学会評議員。日本野生動物学会評議員。 日本ウイルス学会評議員、日本ウイルス学会理事、第9回国際獣医免疫シンポジウム副会長。ニッパウイルスは、1998年に初めて同定された病原体であり、人に自識的な脳炎や多臓器不全を引き起こすウイルス。主に東南アジアで流行が発生しており、これまで多数の感染者並びに死者が報告されている。ニッパウイルスは、 将来大規模な健康被害を引き起こす危険性のある病原体として2015年により、風が提唱する優先すべき疾患のブループリントリストに含まれており、ノルウェー政府、インド政府、ビルベリンダ・ゲイツ財団、及びウェルカムトラストの出資によって2017年にダボス会議にて発足した公的機関、民間機関、事前団体及び 市民団体の間でのグローバルなパートナーシップであるセピによる支援の対象となっている。支援の対象となる感染症は、風の提唱するグループリントリストオブプライオリティリジージスから選ばれており、ラッサネツ、マーズ、ニッパウイルス感染症が最初の課題として選定された。会研究室では、ニッパの流行地の人々を致死性感染症から救うことを目的として、 日波ワクチンの実用化を目指す開発研究を計画していたが2019年2月、セピによって総額34.4億円の支援を受けることが決定。このプロジェクトは東京大学をリーダーとしたグローバルな大型国際共同開発研究として進行中である。東京大学は全臨床試験や非臨床試験の詳細な研究及び 診断法開発研究をさらに進めるとともに、開発研究全体を統括し、製造は、バタビア社、大愛称、第2愛臨床試験は、EU のワクチン開発支援機構である、ヨーロピアンバクシンイニシアティブ、スタンフォード大学、流行国であるバングラデシュの国際下痢性疾患、研究センターとともに進める計画。この国際共同開発研究によって、5年以内に、 第2愛臨床試験を行い、ニパウイルス感染症発生地域におけるワクチンの実用化を目指している。ありがとうございます。